こんにちは、ナビゲーターの佐藤美希です。さあ、横浜を代表する商店街の一つ、元町ショッピングストリートにやってきました。おしゃれで洗練された雰囲気が漂う元町ショッピングストリート。ブティック、カフェ、レストランなどが並び、世界中から訪れる人々を魅了し続けてきた商店街です。横浜にはこうしたおしゃれな商店街のほか、下町風情を感じることができる古くからある商店街ですとか、比較的新しい郊外にできた商店街など、さまざまな魅力を感じることができる商店街がなんと250以上もあるんです。というわけで、今回のテーマは横浜の商店街。そして、ただ商店街を巡るだけではちょっと芸がないということで、今回はこちらのカードを使って運任せで商店街を巡りたいと思います。今回番組が用意したこの10枚のカード、めくってみると、ほにゃらら商店街で〇〇せよという指令が書かれているんです。このカードを使い、各商店街でミッションをクリアしていく、それが今回佐藤さんに課せられた使命なんです。というわけで、今回は横浜の商店街を運任せでナビゲートします。謎のキャラクターシルウィンって何？郊外型商店街の若手が企画したイベントとは？地元に愛され50年以上、地域密着を掲げ生き残りを図る商店街の取り組みをご紹介。横浜を代表する老舗商店街、国際色豊かな地域性を生かし、さらなる発展を図っています。今回の浜ナビは、浜の商店街の魅力に迫ります。築130年、横浜市の有形文化財に指定されている飯田家住宅で、22年ぶりに蚊帳の吹き替え作業が行われています。今回の作業では、およそ1000束の蚊帳を使います。新しい屋根は今月中旬頃に完成する予定です。林文子横浜市長と地域で活躍する団体とが意見交換を行うぬくもりトーク、今年度の第5回目が行われました。意見交換をしたのは、女子ラグビー横浜 TKM のメンバー。日本代表選手を多く輩出しているほか、ラグビー教室の開催や地域の清掃活動など、スポーツや地域の活性化に貢献しています。浜ナビ、今回のテーマは商店街。カードの指示に従い、各商店街でミッションをクリアしていきながら、浜の商店街をナビゲート。では早速ミッションカードを引きますよ。どれにしようかな。これ、じゃん。お、藤ヶ丘商店街で謎のキャラクターシルウィンを探せと出ました。え、シルウィンって何ですかね。早速まず行ってみましょう。というわけで、やってきたのは東急田園都市線の藤ヶ丘駅。まずは商店会の副会長を務める富山さんが営むお店へ。富山さんは昭和53年創業の富山時計眼鏡店の2代目。若手の中心メンバーとして商店会の副会長を務めています。シルウィンっていう謎のキャラクターがいるって聞いたんですけど、よくご存知で、有名なんですね。どんなキャラクター？海外では有名なんですけどね、そうですね、説明が難しいんで、はい、ちょっと呼んできます。失礼します。呼んできてくれるんだ、はいはい、ちょ待ってください。ちょっとイメージと全然違うんですけど、シルウィン、これがちょっとあれ、お話はできないんですね。あ、しかも待って、ちょっと下向いてもらっていいですか。汁になってる。ちょっとこれいろいろ聞きたいんですけど、富山さんどちらにいらっしゃるんだ。富山さん、ちょっと待って待って、わからないじゃなくて、じゃちょっと富山さん呼んできてもらっていいですか。はい、あ、どうも失礼しました。すいません。いや、あの、はい、富山さん、はい、どちらへ行かれていらっしゃったんですか。あ、ちょっとあの
何でしょう。まあ、あのそれは置いといて、はい、どういうことなんですか、シルフィン。シルフィンはですね、はい、シル祭りっていうイベントが実はありまして、ええ、シル祭りとは商店街の飲食店を巡り、さまざまな汁メニューを食べ歩くイベント、いわゆるスープフェスティバルです。その時に生まれたキャラクターがシルウィンなんです。ハロウィンと重なってたので、はい、そこからハロウィンのウィンを取って。なるほど、はい、ウィンはハロウィンの。そうなんです、はい、ということでシルウィンの案内で汁祭りに参加したお店に。やってきたのは田舎風イタリア料理ナチュラーレボーノ。横浜で採れる地和野菜に徹底的にこだわったお店です。20年以上ここ藤ヶ丘で飲食に関わってきたご主人、最大のこだわりは地元の提携農家から仕入れる旬の有機野菜。ご主人自ら農家を訪れ朝採れの野菜を仕入れています。さあ、バーニャカウダをご用意いただきました。いや、色とりどりの野菜、すごい数の量ですね。ありがとうございます。何種類ぐらいあるんですか？これは今日19種類ほどお皿の上に。19種類、はい、しかもどれもなかなか見たことのない野菜ばかりじゃないですか。そうですね、これ全部横浜さん、地元のこの近くの農家さんで採れてるお野菜なんですけども、珍しい野菜を作る農家さんが結構この辺たくさんいらっしゃるので、この野菜を楽しみにね、食べに来る方も多そうですね。そうですね、うちのもう看板メニューになってます。本当にどの野菜が何だろうっていう感じなので、ご説明いただきながら。はい、このちょっと生姜みたいなお芋のようなのがですね、菊芋という。こちら、あ、はい、本当だ、これ皮のままなんですね。そうですね、ボコボコしてる。これ今健康食品としても、はい、結構注目されてるお野菜ですね。いただきます。あ、すごい、お芋って聞いてたのにホクホクするのかなと思ったら、すごいシャキシャキっとした歯ごたえ、いいですね。結構不思議な食感なんですよね、うん、あとですね、はい、プチベールというこの緑の、もともとケールと芽キャベツを掛け合わせた野菜なんですよね。ケールも芽キャベツも栄養価高いので、うんうん、まあ、スーパーフードって言われるんですかね。ビタミンなんかも豊富で、はい、いただきます。うん、あ、ほんのりこう苦味もあって、それがソースによく合いますね。このバーニャカウダのソースがですね、はい、苦い野菜でもこれつけると結構いけちゃうんで。野菜はどれもご主人が農家や直売所から直接仕入れた朝採れの野菜。朝採れたばかりの珍しい野菜をすぐにランチでいただけるということで、女性に大人気なんです。このメニューって汁祭りに出してるんですね。はい、汁ウィン、汁ソースじゃないですか、ウェキさん。いえいえ、これちゃんと見ていただければ汁っぽくなってますので、れっきとした汁です。これバーニャカウダ汁です。バーニャカウダ汁ってちょっと無理やりすぎません？そのくらいのゆるさがちょうどいい汁祭りです。その汁祭りは今も開催されてるんですか？ですね、実はですね、はい、今汁祭りの方は一旦お休みしておりまして、今はですね、現在夏に別のイベントを開催してるんですよ。そうなんですね。はい、そのキャラクターがですね、はい、こちらなんです。ちょっとびっくりした、いつの間に。ちょっとシルビンじゃないじゃないですか。何、あれ、シルバーになってるよ。何、え汗一本増えてますけど、汗瓶。汁祭りに続く第2弾汗祭りとは、商店会が夏場に開催している辛いメニューを食べ歩き汗を流す地獄のスパイシーフェスティバル。キャラクターはもちろん汗瓶。というわけで汗瓶の案内で汗祭りの激辛メニューを食べに行くことに。やってきたのは
ラウメンまとい。店長の飯田さんは両親も藤ヶ丘でラーメン店を営んでいたという2代目。地元の活性化には人一倍情熱を傾けています。そんな飯田さんの渾身のメニューが汗祭り最強の辛さを誇るこちら、ハバネロチリソースラーメン。自家製の辛い赤だれにハバネロとチリソースを加え激辛に仕上げました。辛さは1辛、2辛、3辛の3段階。3辛に至っては命の保証ができないということで、今回は一番マイルドな1辛に挑戦です。いや、ちょっと見るからにも辛そうですが、井戸さん、はい、辛いのはじゃあ得意なんですね。いや、僕はちょっと苦手な方ですね。ちょっと汗見聞いた。まあ、じゃあね、試しにと言いますか、はい、いただいてみたいと思います。いやー、もうね、この辺り赤いですよね。いただきます。最初一口目はすごく濃厚でまろやかな、はい、なんだろう、あ、でも後からそうです、後から来ると思います。辛くなってくる。辛さが、あ、耳に来た辛い、汗見汗かいてきたよ。でも美味しい。さまざまな取り組みが評価され、神奈川商店街大賞の特別賞を受賞した藤ヶ丘商店会。今年の夏も汗祭りを開催する予定です。では次の商店街行きますよ。ミッションカードどれにしましょうね。じゃあこれ、えい、ここになりました。セリゲンタウンで商店街全店と触れ合え。全店、これ触れ合えますかね。難しそうじゃないですかこれ、ね、ちょっとまず行ってみたいと思います、はい、ありがとうございました。行ってきます。はい、いらっしゃい。というわけでやってきたのは江南区セリガヤ。ここで古くから地域の人々に愛されてきたのがセリガヤ銀座商店会、通称セリ銀タウン。まずは商店会の会長さんを訪ねました。このセリ銀タウン商店街、はい、どんな商店街なんですか。はい、あの、早いもんでね、もう50年経ってしまったんですけれども、その間もいろんなことがありまして、みんな若い時代から一生懸命やった結果、はい、まあ、横浜でも有数のね商店街に成長したと。昭和41年、35店舗の加盟店によりセリ銀タウンが設立されました。当時は畑ばかりのセリガヤに商店街ができたということで大変話題になり、たくさんの買い物客が訪れにぎわいました。その後少しずつ店舗が減っていきましたが、現在も7店舗が元気に営業を続けています。またフリーマーケットを開催するなど地域に根付いた活動も盛んで、年に一度開催される夜店は地元の子どもたちに大人気。時には子ども時代にセリガヤに住んでいたお客さんがわざわざ遠方から夜店にやってくるともいいます。おじさん、僕わかりますってこういう言葉かけられたんですよ。あ、当時子どもだった方が、あのおじさんまだ元気でやってんのかなと思って見えたんだと。でもおじさんが一生懸命ねやってんの見て、つい言葉かけちゃいました。その時にはね、あー、商人こんなことやっててよかったなと。地域に愛されるセリ銀タウンを歩いてみました。こんにちは。あ、お邪魔してます。今日はちょっとお店回っていきたいと思うのでよろしくお願いします。どうもどうも。お隣はお魚屋さん。うん、魚屋さん今ね。あ、こんにちは。お母さんがいらっしゃった。鮮魚店、お魚ですね。うわー、いろいろいいですね。あ、お刺身なんかもある。いや、でもお魚の他にもあれですか。お惣菜は私が。お母さんが手作りで、四時起きで四時起きで作ってらっしゃるんです。アジのマリネを味見させていただくことに。
いただきます。骨がなきゃ大丈夫だと。うん、おいしい。続いてはお隣のパン屋さんに。ここはどんな商店街ですか？ここ、はい、頑張ってますよ。頑張りお母さんも含めて。はい。わー焼き豚だ。肉屋さんではなんと自慢の自家製チャーシューが。ありがとうございます、はいはい、わざわざ切って。わっ、うん、あ、中はすごくしっとりしていて、うん、甘めの醤油の味付けですか？そうです。わー、よく染みてる、うん、そうだ、洋品店ですね。行ってみましょうか。やっぱりお客様は地元の方が多いんですか？そうですね、地元のセリガヤの方がほとんどだとは思います。下町っぽいかなって感じはしますね。なので皆さんすごいフレンドリーで、あの、はい、助けていただいてます、お客様に。はい、さあ、セリギンタウン7店目はこちら、オープン2年目のエベレストキッチンでランチをいただきたいと思います。では行ってみましょう。こちらはオープン2年目、セリギンタウンのニューフェイス、エベレストキッチン。本格的な釜で焼く熱々のなんと30種類以上のカレーが人気のお店です。今回いただいたのはお店一押し、バターチキンカレーのランチセットです。いや、まず見てこの何の大きさ、すごいですね。いただきます。うん、うん、あ、すごく口当たりが滑らかですね。後から辛さだけじゃない、このスパイスの香りが口いっぱいに広がります。地域密着を掲げ、生き残りを図るセリギンタウン。新たにオープンするお店も増えてきました。地域に愛され、地域に密着して、まだまだ頑張る江南区の小さな商店街です。さあ、それでは次の商店街行きますよ。例によってミッションカードをどれにしようか。これ。じゃん。横浜橋通り商店街で全キムチを制覇せよ。確かにこの横浜橋通り商店街、キムチ屋さん多いですけど、全キムチ制覇できますかね。というわけでやってきました、横浜を代表する商店街の一つ、横浜橋通り商店街。近年この地域ではアジアの人たちを中心に国際化が進んでいるんだそうです。そうですね、今も本当に中国の方を中心に国際化が進んできて、まあこれからどういうふうになっていくんだろうというのが一つの考え方としてありますよね、うん、国際色豊かな横浜橋通り商店街だけに多くのキムチ屋さんが軒を連ねています。果たして何軒のキムチ屋さんに出会えるのか。確か入ってすぐのあたりにもあったと思うんですけど、あ、ここかな、キムチ韓国食品って書いてあります。行ってみましょう。最初に発見したのは金田食品。このお店のおすすめはチャンジャーと大根を混ぜたやつが一番、あ、大根とミックス、チャンジャーの出汁で漬けた大根があるんですけど、へえ、美味しそうですね、こうやって、何でしょう、量り売りじゃないですけど、そういうのもできるんですか？できますよ。あ、そうなんですね。じゃあ味見の方だけど、まず一気にお願いします。一気に一緒に、うん、結構いろんな味があると思います、うん、あ、最初すごくフルーティーで甘いと思ったんですけど、はい、辛さが後からきますね、はいはい、あ、結構辛いけど美味しい。続いて見つけたのは福見高麗人参産業。このお店のキムチへのこだわりは酸味の美味しさ、
酸味が出ても美味しいっていうキムチが本物のキムチだと思って、うちはそこに力入れて売ってます。購入したキムチを早速試食。すごくさっぱりしてますね。ありがとうございます。あとごまの香ばしさ、ごま入ってますか？よくわかりますね、ごま入れてます。やっぱり美味しい。あんまりごまが入ってるって言われたことはないんですけどね、よくわかりましたね、ごま入ってますよ、うん、すごいですね。でもね、あとやっぱり出汁、魚醤ですかね、うん、そうです、そうです、すごく口の中に広がります。香りが豊か。ありがとうございます。それぞれのお店がそれぞれにこだわって作っているキムチの食べ比べ、なんだか楽しくなってきました。続いて見つけたお店は大荷の味、おすすめの生のイカのキムチを購入。あ、おいしい。ありがとうございます。だってこれからしだけじゃなくて、なんだろう、いろんなもの入ってますよ。いろんなもの、いろんなもの入ってます。え、どんなものが入ってるんですか？企業秘密ということで、申し訳ございませんが。4軒目はおいしいキムチ。本当に言って悪いけど、けいちゃん、生ガキ、ちゃんじゃん、この3セットは誰にも負けなくて、みんなお客さんが言うんです。お客さんが美味しかった、美味しかったよ、本当だよとかさ言えるからさ、嬉しくてね、それでまたやるまたやるってここまでやっちゃったんですね。新鮮な生のワタリガニを漬け込んだけいちゃんをいただきます。たっぷり身も詰まってますよ。これカニトロトロですね。そうです、大きいだから、カニが大きいだからトロトロで身が出てくるの分かりますね。改装中のお店などもあり、全店制覇はなりませんでしたが、4軒のキムチを食べ比べることができました。この商店街にほど近い南吉田小学校の児童の半数以上がなんと外国にルーツを持っているそうなんです。そこで商店街ではこの国際化をビジネスチャンスにつなげようと考えているそうですよ。各町内会にですね、みこしが20軒ぐらいあるんです。そういうものを外国人に担がせること、日本の文化っていうものに慣れ親しんでいただく、それにそこへ商店街として食べ物飲み物を運び込めれば、これが一番いいんじゃないかなと思って、両方で共生しながら、今後は国際化を前面に打ち出し、新大久保のような特色あるまちづくりにも取り組んでいくそうです。今回はミッションカードに導かれて3つの商店街を訪ねましたが、いかがでしたか？どの商店街にもそれぞれ歴史や特色がありましたし、何といっても住んでいる人たちに愛されていましたよね。そして商店街の方々も皆さん、たくさんの人に来てもらいたいと知恵と工夫で頑張っている姿が本当に印象的でした。そして横浜には魅力的な商店街がまだまだたくさんありますので、また次の機会に訪ねたいと思います。